ね、しかしいい時間帯ですよね。相手の出方がどう来るか注目ですね。シュート、バルサロナ追加点、連続ゴール、バルセロナ。これ打つモーションまでの前が、北澤さん、とにかくキレキレでしたね。自ら突破していってそのままゴールを決める、前に前にっていう気持ちの入った素晴らしいゴールでしたね。